日本関東地方神奈川県横浜市青葉区青葉区は横浜市の18行政区の一つ。区の東側は東名高速道路と国道246号が走っており、それに沿うようにして東急田園都市線が、区の西側には東急子供の国線が走っている。区の北西側で東京都町田市と川崎市麻生区に、区の北東側で川崎市宮前区と接している。 区の中心を南北方向に鶴見川が流れており、川沿いは下流の緑区から続く市内でも珍しい広大な平地の農業用地となっている。その他の地域はほとんどが丘陵地帯であり、北西部を除いてほぼ全域が東京都市圏の住宅地として開発されている。横浜市の中心駅である横浜駅に向かう路線が横浜市営地下鉄ブルーライン以外になく、 主要路線である電園都市線が東京都心部に乗り入れることから横浜都心部よりも東京都心部に通勤通学する人が多くこのことを揶揄して青葉都民や横浜都民などとも呼ばれることがある東京都特別区部への通勤率は三十八点二パーセントに達し横浜市内で青葉区が一番高いまた昼夜間人口比率は七十六点二と横浜市の 行政区の中では最低である。なお人口は市内では江北区に次いで2番目に多い。また、東急田園都市線の市が、お駅周辺は、青葉区役所、青葉警察署、県税事務所、緑税務所などを要する行政上の区の中心部である。青葉区は典型的な随所地名である。一般公募18,995件の 応募の中から幅広い市民の支持があり、金々に囲まれた美しい街のイメージのあった青葉区に決定された。青葉区内では住居表示に関する法律に基づく住居表示は実施されておらず、土地区画整理事業施行区域を含め、すべて町名土地盤を整理する方法により、住所整理が実施されている。また、宅地造成事業が実施された区域などでは、 町明整理が未実施であっても、軸域が廃止されているところがある。町区域設定前の町明東欄で下線がある。町明は、その全部、それ以外は、その一部であり、その町明の末尾に数字がある場合には、町明を表す。青バク役所館内、a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z AAB, AC Ad AAF, a g i AJAKR, a J, K, Ar, m 1 a o a p a q r a z ット AU, a v o a x i a z b BBBCBDBBFBGBHY, BJBKBL, BMBN 町名地盤整理実施区域地区、センターコミュニティハウス地域、ケアプラザ文化施設スポーツ施設、野外活動施設公的機関衆議院2005年の、 第44回衆議院議員総選挙以降、青葉区は、緑区と共に、神奈川県大白区に属している。2017年の、第48回衆議院議員総選挙神奈川県、議会神奈川県議会における青葉区の定数は3、である。横浜市会横浜市会における青葉区の定数は7、である。鶴見川沿いなどで農業が行われ、浜梨ブランドの梨が有名。 典型的なベッドタウンで2次、3次産業の事業所は隣接する緑区、都筑区に比べても少ない一方で大型小売店は多数ある。中心となる駅は便宜町区名が入っている青葉台駅となっているが乗降客はあざみの駅が最も多く、多摩プラザ駅も急行停車駅であるため、青葉台、あざみの多摩プラザの3駅に散らばっている。また、 区役所などの行政としての中心駅は、市が、大駅である。横浜コミュニティ放送公社、ケーブルテレビ局の完全子会社。区の大部分が、イッツコミュニケーションズのサービスエリアである。ありがとうございます。